200万部突破の大人気コミックを主演赤楚衛二、町田啓太でドラマ化した。30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、通称チェリマホ。世界中で大旋風を巻き起こした純度 100% のラブストーリーです。今まで誰とも付き合ったことのない足立、30過ぎても童貞だと魔法使いになっちまうんだぞ。上司受けも女子受けも最高の仕事のできる同期黒沢。お疲れ。おう。こういうやつは10代で童貞卒業してんだろうな。きっとモテオブモテを極めた人生を謳歌してきてるんだろうな。ごめん、大丈夫か。やば、すっげー近い。ん？めっちゃドキドキするんだけど。え？後輩に買って余ったやつだ。本当は足立のために買ったんだけど。どうなってんだ。邪魔だよ。邪魔。まさか俺本当に魔法使いになってる。うちに泊まっていけよ。こんなご褒美いいのか。眼福間違いない。ネクタイ曲がってる。足立の寝顔マジ天使だったな。今日は足立との同棲記念日。え？人の心が読めるね。まあ俺も童貞なんだが。誕生日おめでとう。みそじになってもよろしく。可愛がってもらってよかったにゃ。キュン。相手の心が読めたところでどう振る舞っていいか全然わかんねえ。あの黒沢が俺のことなんて好きになるわけが。でも黒沢のまっすぐな思いに次第に心を動かされていく。ごめんな、好きになって。嫌だよな普通男となんて。どんな形でもいい、そばにいられるなら俺は同期でいい。俺のことこんなに見ててくれるやつがいるなんて思ってもみなかった。全然大丈夫じゃないだろ。弱ってるところを見るの新鮮でなんかいいな。初めて心に触れられた気がした。俺お前のこと好きなんだ。始まった時から分かってただろ。いつかはこの好きを終わらせなきゃいけないって。何もかも全部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 離れない。気づくと黒沢のこと探してる。黒沢のこと考えてる。そうだよ、俺黒沢が好きだ。誰かに触れるたびに寄り添いたいって気持ちが強くなる。これはいつも足踏みしてばっかの俺がちょっと変わるチャンスかもしれない。苦しいぐらいに大好きなんだ。このまま秘密にして付き合ってていいのか。足立に心読まれたのかと思った。もし読まれてたら俺こんな魔法さえなくなれば。黒沢に言わなきゃいけないことがある。触った人の心が読めるんだ。もうどうしたらいいか分かんないんだよ。足立が苦しくない選択をしてほしい。もうここでやめておこうか。気持ちに魔法は関係ない。自分がどうしたいかだ。魔法がなくなっても何回間違えても黒沢のことを知っていきたい。やっぱり黒沢が好きだよ。足立、ずっと一緒にいてください。はい。今俺のこと好きだなとか思ってたの。正解。じゃあ今何考えてる。あ、なんだよそのクイズ。そして二人の恋は映画館へ。
大旋風を巻き起こしたチェリマホが映画になって帰ってくる。おとぎ話はいつだって魔法が解けてハッピーエンドだ。でもはしゃいでる足立かわいい。俺はまだ魔法使いのままだ。転勤。俺が重荷になってるのかもしれない。言葉にしないと伝わらないぞ。黒沢が俺に変わるきっかけをくれました。足立、チェリマホザムービー。もったいなくて食べられない。食べろよ。無理。